じゃあ教科書5行目、秋になるとトンボもから次の段階まで。まるで春だな。誰だ？何してるの？そんなところで寝てたらダメだよ。なんでこんなところに子供が？おじちゃん誰？おじちゃんじゃなくてお兄さんな。おじいさん。そんなことより、どこから入ってきたんだ？こっち。一人でか？うん。ダメだろう。お父さんお母さんが心配するぞ。パパいないもん。よいしょ。喉を渇いてないか？ちょっと。じゃあ待ってろ。どれにするかな。何がいい？緑茶。渋いな。うまいか？うん、ありがとうおじちゃん。お兄さんな。おじいさん。お前絵描くんだ、見ていいか？ダメダメ、これはじいじに見せるの。じいじ？うん、じいじに見せに来たんだもん。もしかしてお前のじいちゃんここの先生なの？うん。そっか、なら職員室まで連れてってやるよ。職員室って何？先生たちがいるところだ。来な。おじちゃんいい人だね。どうかな、授業をサボって寝てたわけだから。いい人かと言われると微妙だ。まあ普通かな。普通？普通。普通が一番ってパパいつも言ってるだろう。パパいるの？うん、今お仕事行ってるからいないよ。おじちゃんアウト。日陰に入ったらダメってルールか。うん、冬バージョン。ここはお勉強してるところだから、音を立てずに見つからないように通り過ぎる。できるか？うん。よし、行くぞ。お前はかがまなくてもいいけどな。ちょうどやってるな。水、ちょっと太ったんじゃないの？太ってませんよ。Thank you. ハメあげる。おいしいよ。お前ほんと大人だな。ハメあげたから肩車。高くついたな。出発進行。へいへい。あのドアの奥が職員室だ。
ナイス。萌えか。あ、ジージ、やっぱり来ちゃってたのか。まさかジージが小山先生とは。ほら、萌えか、さっきママから電話があって探してたんだよ。危ないから一人で出歩いちゃダメっていつも言われてるだろう。でもジージに。みんな心配してたんだよ。ごめんなさい。わかればいいんだ。先生、これを。ん？はあ、これはうまく描けてる。本当？ああ、すごく上手だよ。彼にも聞いてごらん。ん？上手？お？いいな、マジで。かなりうまい。よかったね。彼は美術部なんだよ。美術部？あの時の！かわいい女の子をいっぱい描く部活だよ。絵の上手な人ばっかりいるところ。ああ、しかも一番偉い人。あ、ちょー、かわいいよ。渋いな。おじちゃん、すごいおじちゃんだった。すっかり気に入られたみたいですね。ところで、授業はどうしたのかな。あ、すみませんでした。かわいいよ。おじちゃんじゃなくてお兄さん。すごく上手だよ。